はい、今回は海外ドラマの V ですね、ビジター V ですね、この第1話を見ましたので、それについて感想などをお話ししたいと思います。まずですね、世界中のね、主要都市の上空に大型の UFO が現れるわけですね。大型のね、UFO が世界中あちこちの都市の上空に現れます。そして侵略かと思わせるわけですね。はい。で、その時のね、あの街の様子が非常にね、面白い。よくできてるんですね。パニックになるね、民間人をですね、軍人が銃を構えて誘導するわけですね。あっちに逃げてくださいとか、こっちから先を入らないでくださいとかね。誘導するわけですね。そして、混雑した街並みをこう淡々とね、映すわけですが、ある少年がね、この軍人に、ここから出てけと、ここは危ないから向こう行けと言われて、注意されるわけですね。で、この少年はね、注意された少年は、分かった分かった行くよっていう感じで、だけどあれ何と聞くわけですね。UFO を、上空のでかい UFO を指さして、だけどあれ何と聞くわけですね。ここはね、面白いですね。リアルですよね。要するに少年は軍の指示にはもちろん従うんだけど、目の前で起きてることがね、誰も説明してくれないわけなんですね。空中にプカプカ UFO が浮いてるわけですね。それをね、誰も説明してくれない。だからだけどあれ何と聞くわけですね。当然このね、軍人も説明できずに、とにかく向こう行けというわけですね。はい。こういったね、街中の群衆のパニックした様子、パニックムービーのね、要素がね、第1話に色濃くね、あるわけですね。素晴らしい出来だと思いましたね。はい。はい。それでね、この都市の上空に現れた何百ものね、UFO はですね、物資補給のために地球に立ち寄ったということがわかりますね。要するに、足りなくなったね、食料などを物資をね、補給するために、地球に立ち寄ったんだと。そして、少しの間ね、滞在するけども、そのうちいなくなるんだよと。で、物資をね、補給させてくれと。その代わりに、我々の進んだ技術を提供しよう。だから有効的にしましょう。そんなね、交渉をしてくるわけですね。この UFO は。で、もちろんね、科学力、軍事力では地球側は叶わないので、この要求を飲む方向に動くわけですね。はい。で、このね、V というドラマはですね、昔ね、テレビドラマ化されてるんですね、一回ね。その時も大変な人気でですね、名作のような、名作のね、名前、名作だというね、ことですが、私もね、それ見ましたけども、面白かった記憶ありますね。で、9.11 テロのね、後に、このね、リメイクされた、V を見るとですね、また違った意味合いで、読めるわけですね。もちろんね、このドラマ自体がちょっと変わってる、シナリオが変わってる部分もたくさんあるんですが、一番のね、印象的だったのは、冒頭のね、世界の主要都市の上空に大型 UFO がバチバチって現れる。そして誰も何も説明することはできない。というね、巨大都市の異常な光景ですね。はい。このね、巨大な都市の、もう、意味がわからない異常な光景。これがね、ショッキングなんですね。はい。はい。それでね、UFO の巨大なね、この船体の中にはですね、宇宙人の都市が丸ごと一つ入ってるようなんですね。これは何を意味してるかというと、長時間、旅ができるような、そういう宇宙船であるという設定なんですね。うん。これ面白いですよね。
当然ね、距離が距離ですから、ワープでね、ワープ工法で、地球まで来てるんじゃないか。それ以外はね、ちょっと難しいですからね。うん。ワープ工法で、他の星から来てるんじゃないか、と思うので、時間はね、関係ないんですね。しかし、地球の上空で一定時間過ごすわけですから、この滞在する時間が長くなる。ですから、宇宙船の中の都市がね、必要になるわけですね。うん。まあ、要するに、地球でもね、航空母艦、空母がありますね。空母はですね、移動する時間は短いと思いますけども、ずっとそこにいないといけないわけですから、ある程度生活がね、できるようになってる。ということでね、非常に理にかなった合理的なね、設定だと思いましたね。はい。で、このね、V ですが、昔のね、テレビドラマも見た人も楽しめますし、このね、新しいシリーズから見た人もですね、きちっとね、説明がちゃんとされててですね、大切なシーンは逃してないんですね。うん。ですので、この新シリーズから見た人もですね、楽しめる、そんなね、ドラマになってると思いました。